ップにして使えば、特攻で太陽発射をしましたよ。漢方も使ってないです。マジ？ワイもやってみよっか。ケトラブドウも、キノコです。そこまで言うならやってやりましょう。無特攻で、太陽の魔レベル8攻略。前回の無課金サブアカ動画見て、ゾンビが駆使して、太陽の魔のレベル7を、無特攻でクリアした月の腰ですが、確かに、レベル7を攻略している時は多少、HP や残り時間に余裕があったのを覚えています。ということはさては、レベル7の時のノリでレベル8も、無特攻かつ無漢方で、クリアできちゃう説ありますねこれ。仮に、HP が最後まで削りきれなかったり、制限時間が過ぎてしまって倒せなかったとしても、無漢方でチャレンジしているため、別に失敗しても失うものは何もないというわけで、早速、レベル7の時と同じパーティーで、レベル8も無特攻かつ無漢方チャレンジしていきたいと思います。ゾンビパ戦法についてはもう詳しく説明しなくても皆さんわかるでしょう。自身の HP が 10% しかない状態でも、速射スキルや復活のスキルを駆使して、ある程度の火力を出す戦法でございます。そして、そんなゾンビパ戦法で戦っていく際に必要不可欠となってくるのが、このような感じのサブアカたちの存在です。このようにサブアカから無課金アカへと HP を送ることにより、自分の都合のいいタイミングで HP を補給することができるため、ゾンビパ戦法がよりやりやすくなります。幸いにも私は、サブアカが素大量にあるため、まずはサブアカを使っていけるところまで、敵の HP を削っていきましょう。2発目、3発目、4発目、5発目、6発目、7発目、8発目、9発目、10発目、11発目、12発目を、ゾンビパ戦法を12発やってみた結果、今のところ、敵の HP が無事、半分まで削ることができました。ただしかし、ここでちょうど私のサブアカたちを、すべて使い果たしてしまいました。もはや、無特攻かつ無漢方チャレンジも、ここまでか、半分までは削ることはできましたが、これ以上は、自分の力だけでは、無理と判断したので、レベル8攻略は諦めたいと思います。なので、本日もご視聴ありがとうございました。おや、今は何をしているのかって、まさかこじきなんてしていませんよ。ウニステも使いましょう。早速来ました。HP13 発目、14発目、15発目、16発目、17発目、18発目、19発目、20発目、お帰りスコアタ21発目、22発目、23発目、24発目を、そしてついに、サブアカや X やウニステをフル活用した結果、無事無特攻かつ無漢方で、太陽の魔レベル8を討伐することができました。まさかゾンビパ戦法を使えば、特攻キャラがいなくても、レベル8まではクリアできてしまうとは、さすが無課金サブアカ、驚きしかありません。X やプニステにて、HP を救済してくださった、すべての方に感謝ですね。けれども、レベル8を無特攻でやると、制限時間は結構、ギリギリだったため、さすがにレベル9以降は、無特攻かつ無漢方は、厳しいと思いますので、レベル9以降は、ラスチャンガシャが来た時に、攻略したいと思います。本日9月25日、何やら、とんでもないガシャがやってきましたね。女の子妖怪大復刻ガシャ。お知らせだけを見たら、それほど大したことない復刻ガシャにも見えなくもないですが、このガシャの何がヤバいのか、ガシャの中身を見てみてください。トリプルゼータはいいとして、ダブルゼータのこれ、ほらなんと、あの最上昇技師カ様が大復刻しているではありませんか。しかも確率は超アップしており、なんとなんとの 1.2%。超アップとはいえ、人権師カ様を 1.2% とはいくら、なんでも高すぎであります。しかもガシャスタンプもついており、そこでプリティ強化ウォッチである、ニャイトウォッチを作るための時計の書ももらえるというわけで、これはもう回す以外の選択肢がないガシャがやってきてしまいました。なのでここまでの長い前置きから、もう皆さんも企画内容はお察しでしょう。そう、ダブルゼータの大王強者しかが出るまで終われないガシャをやっていきたいと思います。正味これはワイプをすべて叩いたとしても回していいガシャがやってきていると個人的には思っているため、たとえ爆死してしまったとしても悔いはありません。さあやると決めたらあとは回すのみです。将棋しか神引きを目指してでは行こう。まずは10連目。さあ、10連目から、地下降臨してもらってもよろしゅうねんで。おう、10連目から2次カットイン。幸先が良すぎるでありますね。以前までのガシャだと2次カットインは、Z ランク以上の確定演出だったものの、少し前にガシャに仕様変更がありまして、ダブルゼータ以上でないと、2次カットインが出ない仕様に変わってしまったため、つまり、一番下のこの2次カプセルは、ダブルゼータ以上が確定で封入されているということになります。そしてさあ、止まってゆく。さあ、来てくれ、シュカ様よ。いや、エグすぎますよ、これは。本当に、10連目で引いてしまいました。ダブルゼータの、大王強者シカ様の降臨です。最悪この子を追い続けて、ワイポゼロなんてことも覚悟して挑んだ、復刻ガシャだったので、初手で、こんなぶちかまし方をやってくれるとは、かなり、想像の遥か上を言ってしまいました。とりあえず出てくれて、本当に良かったです。これでスコアタでは毎週、無双状態ですね。そしてさあ、シュカも出たことだし、これでガシャも終わりと言いたいところですが、さすがにナイトウォッチの書もゲットしたいし、こんなに、二次率が多いガシャは、10連で終わるのは、もったいないというわけで、なんとなく、50連目まで引いていっちゃいましょう。さあ、20連目。おう、20連目でも2次カットイン。またもや、ダブルゼータ以上が確定でございます。おう、そして止まった。今度は、どんな、未処理ダブルゼータ以上のキャラがやってくるのか。
まさかのここでトリプルゼータを引いてしまいました。トリプルゼータの大王閣業つくよみさんの降臨です。この子はポカポカの太陽消しというわけで、一見強いキャラに見えなくもないですが、残念ながら無課金サブアカではすでにポカポカトリプルゼータの太陽消し枠は、速射スキルを持つ愚物なつよみさんが陣取ってしまっているため、この子を使うことは今後もしかしたらないかもしれませんが、可愛いのでまあいいでしょう。ただ太陽消し枠で言ったら、ポカポカはもう埋まってしまっているものの、プリティの太陽消し枠だと今のところまだ誰もいないため、今回の復刻ガシャに入っているプリティトリプルゼータ太陽消しマンであるフグミダルクかナツメのどちらかが欲しいところではある。は30連目でついに壊れてしまったか。トリプル虹玉が降臨ということは、つまりこの中に少なくとも3体以上のダブルゼータ以上のキャラが鎮座しているというわけです。やはり今回の復刻ガシャはかなりエグいですね。一番左から開けてゆく。さあ果たして誰が出る。これはこれは可愛らしいコキビ様の降臨ですね。プニ界隈ではこの子は最強だ最強だと崇められていますが、残念ながらそれはスキルにありきの評価であり、スキル2の種族効果アップスキルを解放できない無課金サブアカからしたら、この子はただのプリティダブルゼータキャラとなってしまいますが、まあ可愛いので良いでしょう。そして虹2個目からは何が出る。おお、なんて愚痴を言っていたら今度はトリプルゼータが降臨してしまいました。スクリューさんのお出ましです。この子はニョロロン族のスーパーフィーバーマンであり、まだそんなに強いニョロロンキャラがいなかった無課金サブアカにとってはこの子の降臨はかなり嬉しいものとなります。これからのニョロロンの飛躍を祈りましょう。そして最後の3個目の短くからは誰が出る。これはこれはこれは、またもやエグすぎる神引きです。プリティの太陽消しマンが欲しいと言った1分後にプリティの太陽消しマンがやってきてしまいました。トリプルゼータの夏目さん降臨です。今まで散々強い強いと言いまくってきた無課金サブアカのプリティパですが、今まで地味にプリティの太陽消し枠だけ不在であり、そのせいでプリティ最強パには見えにくかった傾向にあったのですが、そんな状況を脱却すべく降臨してくれました夏目さん。この子が出てくれたおかげでこれからは無課金サブアカでも正真正銘にプリティが最強種族だと言い張ることができそうです。めちゃんこ嬉しいですね。そして40連目でも止まってゆく。さあ果たして誰が出る。おお、ダブルゼータの文姫も降臨しました。今までずっと不在だったプリティの太陽消しマンがどんどん降臨していますね。ただやはり先ほどにトリプルゼータ太陽消しマンの夏目を出してしまっているので、今後この子を使うことはないかもしれませんね。ですがこの子もすごく可愛いので全然良しとしましょう。おお、そしてラストの50連目では今回4発目の虹カットイン降臨。さあ果たして2所持出てくれるか。ああ、ここで初めて被っていく。ダブルゼータの文姫です。おや、そしてまたもや被っていく。トリプルゼータの夏目さんも再び降臨です。プリティ太陽消しコンビを引いて女の子妖怪大復刻ガシャの終了でございます。さあ最後は先ほど出た将棋鹿様を育成した後に実際にスコアタ見てブルジョアループを使って終わることにいたしましょう。さあ何の迷いもなくすぐさま主家のスキルをマックスにしてきた無課金サブアカくんですが、今週のこのスコアタだとまだ主家の本領は発揮することはできません。なぜって今週のスコアタでは技を打つたびに反撃が来てしまい、自身の HP がゼロになった瞬間にスコアタが終了してしまう反撃スコアタ集なため、あくまで今回のスコアタはチュートリアル戦のようなものでございます。一番左にダメカ技を持っているキャラを入れていることからゴリゴリのシカブルジョアループではないため、後日また改めてこのシカブルジョアループを使ってスコアタをバチってみたという動画を上げたいと思いますので、その時をお楽しみに。ですがそんな反撃スコアタ集であったとしても普通にこのパーティーは強すぎますね。ちゃんとループが続いているであります。スキルによりシュカのデカプニがこのようにして振ってくれているため、もうブルジョアループをする際にタップ技のデカプニを作らなくてもいいということになりました。これならプレイスキルが皆無な私でも普通のスコアタ集ならかなりの高スコアが出せそうですね。というわけであとはこのような感じで自身の HP が尽きるまでシュカを打ち続けていきましょう。HP バーネが終わった瞬間にすぐに HP がゼロとなってしまい、スコアタが終了しました。さあ果たして気になるスコアは、おお、18億、一見シカブルジョアループでこのスコアは低いように思えなくもないですが、反撃スコアタ集でこのスコアはまあまあいい方だとは思います。そして順位は4位、まあまあな順位ですね。ということでさあ、今回の動画では見事10連目にて、主家を神引きすることができたということで、あとはこの調子でもうすぐ来るであろう、ラスちゃんガシャでも無事神引きをかまして、イベント全攻略を果たせるように、今からまたちまちまゲートを周回し、少しでも多くのワイプを稼いでいきたいと思います。というわけで以上、こんな感じの無課金サブアカ動画でした。それではさよならピンピンピストルーバ、キューン。